はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書1章の内容のテスト対策やっていきます。で、5問ですね、ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。で、今回はその式があって、この括弧内、こいつの文字について解きなさいっていう、まあ等式変形ってやつなんですけど、それをやっていきます。で、まずここからね、で、 A について解きたいから、ゴールが A イコールホニャララにします。 C について解きなさいだったら、 C イコールホニャララになればゴールです。それがだから、そこを目指します。で、今 2A がここにいるので、他のやつら邪魔だから全部右辺に持っていきます。そうすると 2A イコール、まあね、符号が変わるので 3B-4C となる。で、 A イコールにしなきゃいけないから、2が邪魔なので両辺2で割ります。そうすると A イコール、で、これ多分ね、人によって分かれるんですけど、自分は一気に下に、まあ、2で割るときね、こうやって書いちゃうので、これが答えになります。で、これを2分の 3B と2分の 4C に分けて書いても OK。 つまり2分の 3B-2C ね、こっちは2分の 4C 約分できるんで、そう書いた場合は必ず約分してください。いいかな。まあ、自分ちょっとこれが好きなんでこう書いちゃいますけど。で、次ですね、次は C、 こいつです。ここについて解きたいんですけど、まず分数が出てきた場合、分数は消しに行きます。基本的に邪魔なので、解きにくいからね。だから、どう消すかっていうと、3が消したいんで、両辺に3をかけます。そうするとこっちは、ちょっとこっちは行こうか、 3B だよね、3かけるから。で、右辺は3が消えることによって上が落ちてくるから、 A-2C、 こうなる。で、こうなってしまえばさっきとあまり変わらないです。左辺、左側に C を持っていきたいので、マイナス 2C、左に持ってくると、2C イコール、A はこのまんまでよくって、3B こっちに持ってくると、マイナス 3B。だから、ま、同じだね。2で割ることによって、C イコール、2分の上が A マイナス 3B と。これで OK です。で、これもさっきみたいに書くんであれば、2分の 1A マイナス2分の 3B と書いて、それでも丸になります。あそこね、どちらでも OK です。で、これはあれかな、青を書いた方が分かりやすいから、見やすいね。で、青でいきましょう。で、次 B です。ここについて解きたい。で、これもちょっとね、この分子の部分が若干カッコあってごちゃごちゃしてるんですが、基本的に分数がまず邪魔なので、2をかけます、両辺に。で、そうすると 2C イコール、これがまた降りてくるんで、3括弧 A プラス 2B になる。で、これ3も配っちゃいます。自分はね、割ってもいいんですけど、配って 3A プラス 6B になります。配ることによって。で、数学が結構得意な方とかは、もうこの状態で両辺3分の 2B かけちゃおうぜみたいなので行く方もいると思います。それでも全然いいんですけど、まあ基本的に解きやすい形に、まあ見やすい形にね、持っていきたいので、今回は2をかけて3を配ってこうしました。で、こうなっちゃえばもうほとんど変わらないね、この形とね。で、左辺に6と B を持ってきたいんで、これ持ってくるとマイナス 6B イコール 3A マイナス 2C です。で、こっからマイナス6で割るってやっても構わないんですけど、ここをマイナスの状態で計算をすると結構ミスが出たりします。だから先に6をいじる前に、ここの符号を変えます。プラスにしたい。で、そのためには全部の符号を変えればいいから、プラスに変わってこいつがマイナスになってプラスになります。で、こうしてから6で割る。そうすると B イコール、上がマイナス 3A プラス 2C で6分のですね。これで終了です。で、さっきと同じように答えるんだったら、これ分けると
マイナス6分の 3a プラス6分の 2c になるので、約分してマイナス3分の 1a プラス、嘘、マイナス2分の 1a プラス3分の 1c かって書いても OK です。いいかな。で、次はそのちょこちょこね、こう L とか R とかで、今回ないんですけど、あと S とか V とかね、まあ、体積とか面積を表すんですけど、あの辺が出てくることも多くて、で、これ A について解きます。で、これはですね、すごく簡単です、この中でも。で、同じように A があるこいつを左辺に持ってくる、マイナス 2A で、こっち持ってくると、どうしようかな、先に書いちゃおうか。マイナス L プラス 2πR。 なんで先に書いたかっていうと、さっきと同じでマイナスいじりたいんですよ。いじるからプラスになって、ここプラスの方が綺麗かなと思ってね。で、ここがマイナスになります、こうやってね。で、あとは2、同じだね。2で割るだけなので、A イコール、2分の L マイナス 2πR と。これで終了です。で、これに関しては、まあ、どうしようかな。隙間空いてるから書こっか。せっかくだから。これも分けて書くんだったら、じゃあ A イコール除きますね。2分の 1L マイナス、こっち約分できるからね、 πR と書いてください。ごめんね、他の書いてないんですけど、まあ、こうやって分けて書いてもいいですよっていう感じですね。で、最後5番です。これはこっとね、どうしようかな、右に書きたいんで青の方が見やすいかな。で、これちょっと難しくって、他のやつよりは。で、こっから A をね、この分母にあるからちょっとめんどくさいんですけど、で、これをやっていきます。で、これはね、多分2パターン、まあ、もっとあるかもしんないけど、やり方が分かれてって、先に B で割っちゃう人と B で配っていく人に分かれるかなと思います。で、自分は今回 B を配る方でいきます。いい、 B で割るんじゃなくて、まあ、どっちでもいいんですけど、答え導けるんで。で、まず下1行いけっかな。B を配ると C イコール A 分の B マイナス 3B となります。ちょっと G だったりしたらね、 A 分の B マイナス 3B で、 A が主役です今回。ってことは、その A がいるこいつ A 分の B だけ左辺に持っていきたいので、まず持ってきます。マイナス A 分の B、イコール持ってくるとマイナス、まあ、3B がもともといてマイナス C と。で、左辺、マイナスがちょっと嫌なので、これ全部プラスに変えると、全部プラスに変わります。符号変わるからね。で、こっからなんですが、自分がよくやる方法があって、あ、待って。マークを変えようか。分数分の、あ、ごめん、分数イコール、星型、分数。こうなった時、2個技があります。これぜひ覚えてください。分数イコール分数。いいね。分数イコール分数の時だけなんですけど、×掛けといって、この状態で丸掛けです、星。これ、記号で逆に分かりにくかったよね。ごめんね。丸イコール星、イコールこっちの×だから、三角掛ける四角、×掛けね。で、式を変えることができます。これ、×掛けって俺が勝手に言ってるだけなので、学校とかでは言わないでください。恥ずかしいからね。で、もう一個は、これ。両方とも一句にひっくり返せます。上と下。つまり、丸分の三角だったのが、三角分の丸になって、こっちも星分の四角に変えることができるんです。で、今、A が分母にいるから、これを上に持ってきたいのね。分子の方に。だから、こっちを、こういう風に分数、一分のって無理やり考えれば、ひっくり返して、B 分の A、イコール、3b プラス c 分の1とすることができます。で、ちょっと右消しちゃいますね。で、今回は a について解きたい、嘘、 b について解きたい。じゃあ a について解きたいんだよ、ごめん。 a について解きたいから、左辺を a イコールにしたい。だから、この b が邪魔なんです、最後。で、この b は分母にあるから、かける b すれば消えるでしょ。つまり、かける b すればここ消えて、A イコールかける B をするってことは、上に B をかける状態だから、 3B プラス C 分の B となって、これで終了となります。
で、今回は自分ね、B を配ってやっていったんですが、先に B で割って、こっちを B 分の C にする。で、マイナスにこっち持ってきて、2分して最後にひっくり返してもいけます。どっちでもいけるんですけど、まあ、他のやり方もあるかもしんないけどね。まあ、ひとまずさっきの分数イコール分数の時の罰掛けとひっくり返すは使える技なので、ぜひね、覚えておいてください。では、今回は中学校2年生の教科書1章の内容のテスト対策やらせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。